ここね、駐車場の植栽もね、ちょっと向かれないんだ。ここはね、中に泊まれる施設もありまして、施設というか、泊まれるペンションもありましてですね、ここに泊まれる方は、じゃじゃん、漏れなく、宿舎専用の植栽、目の前に泊めれるという豪華な駐車場が、用意されております。車入っちゃうと分かんないんだけど車からは絶景が見れるっていうポイントですね。ここですよ、ここ。ここの、まあ、ホテルになるんですかね。アットウォールですね。また素敵なんですよ、ここが。ね、バーオープンって書いてある。バーもやってますね。ラウンジもあります。宿泊もできます。ホテルアットウォールです。いいですね。もうなんか大人が夏休みとかね、こういうところでゆっくりしたいですね。というわけでこれで頂上なんですけども、ちょっと下りをですね、ルート変えていきましょうか。なんか本当にこの萌木の村のスタッフの方々がいろんなことを覚えてくれて、僕が普通にフラフラしてるとみんな声かけてくれて。